一日24時間、一年365日、休みなく私たちを見守り続けている守護霊。感謝しかありません。守護霊は何でそんなことができるのでしょうか。役割といえばそれまでですが、通常守護霊は私たち子孫の先祖。子孫への情が多分にあるのでしょう。子孫が可愛くて可愛くてしょうがないのです。 尊徳感情ではありませんしかしそうは言っても守護霊は私たち子孫を守り導くことによってメリットがあります守護霊は私たちを導くことで徳を詰めます人を育てるという徳ですそして私たちが立派に育った暁には神様から評価され充実感達成感を得ることができます 守護霊が苦労して私たちを成長させると神様は守護霊に喜びという感情のご褒美が与えられるのです神様は私たち人類を守り導き続けます何を好き好んでと思うかもしれませんが人類は神の子親心が多分にあるのでしょう実はそれだけではありません神様は人類を守り導くことによって 徳を積むことができますそして幸福感、充実感、達成感を抱くことができますそのような喜びの感情はどこから来るのでしょうか神様のもと、も神様からです神様の親神様宇宙を作った素の王神様人間社会で例えてみましょう新入社員が入ったとしましょう指導員がつきっきりで指導します努力が実り この新入社員はことのほか早い段階で成果を上げたとしましょう指導員はさぞかし花高々でしょう自分が指導している人が早急に結果を出したのですから指導員の評価も上がりますその他の課長も喜ぶでしょうかの人材育成力が評価されるからです上役から時期にお褒めの言葉があるかもしれませんあくまでこれは例え話です 実際には守護霊や神様は利他の精神に徹しているので自分の評価には関心がないでしょう純粋に人の成長を喜ぶでしょうそんな守護霊や神様だからこそ大いに徳を積んでほしいし評価が上がってほしいですねそれもこれも私たち次第ですでは大いに守護霊や神様に喜んでもらえるよう寸蛾惜しんで精進努力を続けましょう